株式会社交友者は愛知県名古屋市畜作今井家に常名一番19号に本店を置く日本の出版社。1934年に株式会社として設立された。もともとは旧国鉄や各鉄道会社の鉄道教習所で使用する教本を制作していた。戦前の業界向きベストセラーは蒸気機関車乗務引用、機関士向き、機関車の構造及び理論。 上、中、下、1931年、機関女子向き、略図の機関車還九1933年等。従って顧客は、当時の国鉄、大手市鉄などであった。教本政策の傍らで、鉄道部内向けの業界月刊雑誌、ザロコモーティブエンジニアリング、1929年に、創刊。1940年10月号からは、機関社会に、指名変更する。 その後戦時中は一時休館となる。1952年10月にザ・ロコモーティブ・エンジニアリングに指名変更で再館。姉妹市、エレクトリック・カーロコモーティブと電気機関車とカテゴリーを分割等も取り扱っていた。しかし、鉄道関係者から鉄道趣味雑誌の出版を打診され、鉄道ファンを鉄道友の会の編集により発行してみると、 好評だったのでその後、購入者は鉄道趣味人を対象にした本を多く出版するようになった。なお、趣味の本は本店ではなく東京支店で取り扱う。株式会社に開祖する以前の購入者については、もともと山田活版印刷が鉄道教本の出版社名として購入者を使用した模様であり、山田活版印刷の創業は1901年9月と、 なっている。いう者の鉄道書籍で最も古いものには、空木青銅機問答があるが、それより古い書籍があるのかどうかなどの詳細は不明。ありがとうございます。